ょっと上からにしてもらっていいですか。ありがとうございます。すすき草原に来ました。景色がこちらです。じゃーん。いや、 やっぱ綺麗だわ、すすき草原。インスタとかでしか見たことなかったけど。写真撮りたい。写真撮る？ここら辺で写真撮ろう。2人で写真も撮ったっていうことで、頂上までまず歩いていきますか。え？頂上まで上がってきたんですけども、やっぱ頂上からの景色はこんな感じです。今ね、下ってるんですけども、すすき綺麗でね、なんか心が洗われた感じがします。下り終わってからカメラ回していきたいと思います。はい、というわけでね、すすき草原の方を下って下に降りてきたんですけど、今駐車場向かってます。よもぎみたらし団子買いました。近っ。一回駐車場を戻っていきたいと思います。美味しいよ。はい、っていうわけでね、車に戻ってきたんですけども、次はコンビニ行ってとうとう待ちかねの旅館に行くということで。旅館に着いたらね、またカメラ回したいと思います。それでは向かっていきます。では早速ルームツアーにしていきたいと思います。姉さんの方がやってくれます。それでは早速ルームツアーをしていきたいと思います。いらっしゃいませ。ルームツアーしていきます。まずこちら、サラーンベッド。これはツイン、ダブル、なんだわかんないけど、見たりして。いいね。お風呂入ってからそれに着替えて、着替えます。夕食など、ちょっとここにあらまあ、なんか洗面所あるんですけど、それは気にしない。そして普通のトイレですね。はい。そしてこうやっていくと、たらー、湯気、温泉流して、温泉入れてます。こんな感じです。以上ですか。こんな感じでルームツアーは以上です。というわけでね、今夕食の方に来たんですけども、夕食は懐石料理ということで、本日の献立こちら。2人で温泉入ってゆっくりして、もう今日は寝ます。また明日の朝になったらカメラ回します。おやすみ。おやすみ。